진짜. 今やさみのシンガーソングゲーマー、皆さんこんにちは。今やさみの SSG、 今回で232回目を迎えましたということで、前回はなんと省エネバージョンでお届けしましたが、びっくりしましたね、ほぼオープニングでもあんだけオープニングなんだったら最初になんか適当に切っちゃえばよかったよね。でもなんか勢い余ってね、こうオープニングだーみたいな感じでお届けしましたけども、今日は通常営業でお届けしますよ。はい、というわけで、前回やったワンナイト人狼なんですけれども、その後すっごい流行ってます。身内でめちゃくちゃ流行ってます。映像を撮り終わった後というか、収録が全部終わった後にもう一回やってみようっていう話になってですね、何試合ぐらいありました？3試合か4試合ぐらいありましたかね。で、今度は、マスターをムータンが、ね、カメラ回してくれてたんだけど、じゃあムータンも入ろうっていうことになって、でマスターの声を私が最初やってたんですけど、簡単じゃないですか、言うこと自体は。ただ慣れてなかったので、ちょっと思い出しやってたんですよね。でも私もこうプレイヤーの一人だったから、伏せて手をパン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 って叩いてたんですよ。机をタン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 両手でカン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 やってたんですよね、1回目の時に。それでは占い師の人は顔を上げてくださいって言われながら、私はこうやってやってたんです。でもね、ここにねすごいトラップがあったんですよ。まあ占い師の人っていう時には全然平気だったんです。次、人狼の方、顔を上げてください、確認してください。さあ次、回答の人は顔を上げて好きなカードと交換してくださいって言ったら、今まで机をパン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 って叩いてた人の一人が片手だけになったんですよ。ってなってどうしようと思ったんですけど、なんとかしなきゃと思って、ふーんって変えたらめくるのを忘れてて、どうしようと思って慌てて最後のチュッて見てペッて返したんですけれども、顔を上げた瞬間にみんなからそう突っ込まれですよ。何やらこっちの方から手を叩いている音がしなくなったって、嘘をどこからですかってね、嘘をつき続けようと思ったんですけどダメでしたね。ただね、その時ね奇跡が起こったんです。私怪盗だったので、本来村人だったんですけれども、なんとその時も浜田さんが占い師で、また私の見たんですよ。すぐ私のカンニングするんですから。で、私のをパッて見たら怪盗だったんですよ。まあ本当見なくても分かったんですけどだったら他の人見ればよかったのにと思ったけど、それは先にめくっちゃってたのでダメだったんですけど、私のを見たら、あ、この人怪盗なんだと思って戻したんで、浜田さんは自信満々で私が怪盗だと思ってるし、なんならみんな自信満々で今井さんは怪盗ですって言われて、はいみたいな感じだったんですが、なんと交換した先の山から私今回交換したんですね。もう間に合わなかったから、遠くの人とか隣の人とかとやったら音がバレちゃうって思ったから、だってもう片手はパッパパッパ叩いてるわけで、手が止まらないようにしなきゃいけないから、同じリズムで叩かなきゃと思ってふーんってなってたものだから、慌ててこうね、目の前にあったやつをペペンって変えたもんだから、それがなんと人狼だったんですよ。だから浜田さんは私のことを怪盗だと思い込んでいたのにもかかわらず、私が人狼だったので、それにまたね翻弄されて、結果私のチームの勝ちになりましたよね。その後もなんかいろいろあったんですけれども、だんだんあゆみちゃんが上手くなってました。初めのひどいやつはだんだんなりを潜めましたね。 2回目ぐらいまではちょっとすぐいろいろ顔にバレてましたけど、違う、もっとバレてましたか。また別の日にどうもハラマルでもやったらしいんですよ。多分ユミさんもハマってるから、ユミさんも話をするんじゃないかと思うんですけれども、そこでは 100% あゆみちゃんはバレてたらしいです。なんだ、全然上手になってないじゃないですか。ただ別日で会った時にユミちゃんが、人狼面白いです、あさみさんやりましょうって言ってたんで、またいずれね、ハラマル SSG 合同人狼会みたいなのもやりたいですよね。あ、なんならどうなんでしょう、先日あった私のミュージックビデオコレクションのね、イベントの直後に原さんの追加イベントがあるっていう風に私お聞きしているんですが、まだ私は経験してないんですけれども、その時にはひょっとしたらミオちゃんかムータンがカードを持ってきてくれたら、あの人多分張り切ってきっとギリギリまでやりたいって言うんでしょうねもうなんならステージでやってくれみたいな話になったらどうしましょう。でもなんかな、ユミさんの方追加の方でやるのは申し訳ないから、うちでやるとか言ってユミ
さんちょっと早く来てやんないみたいなね、どうなんでしょうね冗談です。はい、というわけでですね、あの QVC マリンフィールドイベントの方もあのね、コープスさんとの共同のイベントの方もおそらくもう終わっていると思われますが、どうだったでしょうか。もうドキドキです。あの本当クライマックスシリーズにこう出るか出ないかの接戦の時の、こう試合じゃありませんようにと祈り続けて早1ヶ月、どうなってるんでしょうか。ドキドキということで、はい、ぜひぜひまたね、あの経験してきましたら皆さんにお届けしたいと思います。さあ、ここで1枚だけメール読みたいと思います。こちらカヤムさんからいただきました。ありがとう。ミゴさん、こんにちは。こんにちは。オレンジカノンさんでのインタビュー聞かせてもらいました。あ、広島の FM 放送のあれですね、あのインタビューをしていただいたんですけれども、インタビューもいい話がたくさんでほっこりしたのですが、驚いたのがまさかのこの雲の果てフルバージョン。ネタバレになるので多くは語りませんが、アドベンチャーゲームみたいですどういうことアドベンチャーゲームみたいですっていう感想、どういう意味だろう。すごくなんか気になるところではありますが、インタビューで語られた曲への思いと合わせてストレートに綴られた歌詞に、特に2番以降は初聞きだったのにスッと歌詞とメロディーが入ってきて、聞きながら自然と涙が溢れました。 ありがとうございます。嬉しいな。フォースアルバム発売が本当に待ち遠しいです。早く聞き倒したい。こちらはいきなり涼しくなって今も鼻ズルズルですが、あるよね、季節の変わり目なので体調に気をつけてお仕事頑張ってくださいと。ありがとうございます。嬉しいですね。結構あのがっつり話させていただいたんですよ。あのオレンジカノンさんは私の前にあやねちゃんがね収録をしてたので、あやねちゃんが撮ってる様子を私もチラチラ見てたんですけれども、かなりあの打ち合わせもしっかりされていて、私はずっとその打ち合わせが収録中だと思ってですね、すごい張り切って喋ってたら途中で気づいたんですよね。あれこれ収録中じゃないみたいなあれこれって今あれですか、あの打ち合わせですかって聞いたら、あ、はいって言ってたから、あ、そうなんだと思って、あ、じゃあ分かりましたって言って、そのまま別にね、あの普通に、あ、こういう話しますねっていう話なのかなと思ったんだけど、あまりにも聞き方が上手なものだから、そのままついついリハなのに喋っちゃって全部、そしたら本番ですってやった時に、あ、さっきこれ話したから違う話しようって思っちゃってなんかあの皆さんには聞いていただかなかった話なんかもねちょこちょこしちゃったりもしてたんですが、途中で気づいて修正してあのリハで話した話もしたんですけれどもね、ちょっとドキドキしましたあれこれ本番なのどっちなのと思って、わーって思いながらね、すごく楽しかったです。いやいや、広島ではいろんな方にねお会いすることができたのでね、とっても新鮮でした。やっぱりね、あの普段なかなか行けない土地に行っていろんな方とお会いできるっていうのは、やっぱり自分が今までやってきたことがこう少しずつでも浸透してるんだなって思えるいいきっかけになるので、やっぱり今後もね増やしていきたいなというふうに思いました。近々だとね栃木が発表されているのでね、栃木で歌を歌うのはマジで本当に生まれて初めてのことになると思うので、いやーどうなることやらですがね、場所も皆さんねもうすでにあの発表されているので、あのググってねこんなとこなんだと思って見てびっくりされた方も多いと思いますが、またもや洞窟めいたところなんでね、ぜひぜひいらっしゃる方は防寒具とあの濡れてもいい格好と、なんならこうお帽子なんかあるといいかもしれないです。でも沖縄ほど豪雨にはならないと思います。頭の上がね、あの場所によって雨が降ってた咳とかもあったみたいなんですけど、沖縄はねおそらく秋はそこまでならないというふうに伺っているので大丈夫じゃないかなと。じゃないとあの困ります。私はいいんですけど、別に濡れながらでも歌えるのでいいんですけど、なんなら別にマイクが壊れちゃうっていうのがあれば別に地声で歌ってもおそらく聞こえるぐらいの範囲だと思うし、自然のいいリバーブがかかってるんじゃないかななんて思っているので、ただあの演奏してくださってる方のね楽器がね濡れるのだけは怖いので、ちょっと演奏家の方々はあの傘を背中に背負ってやっていただいた方がいいかもしれないですよね。どうでしょう。はい、というわけで、あのその前後に大きな雨が来ないことを皆さんも祈っててください。はい、というわけで、この後はファミセンのコーナー行きたいと思いますが、その前に CM です。どうぞ。今やさみの4枚目のアルバム「この雲の果て」が2013年11月27日に発売されます。シングル未発表曲2曲、アルバム用新曲3曲を含む全13曲を収録。ブルーレイ付き数量限定版、 DVD 付き版にはこの雲の果てミュージックビデオも収録されています。
皆さんぜひ聴いてみてくださいね。今井麻美初のミュージックビデオ集、今井麻美ミュージックビデオコレクション2009から2012、ストロベリー甘く切ない涙からリミテッドラブまでの DVD 付き限定版シングルに収録されたミュージックビデオはもちろん、アルバム用に制作したカラーサンクチュアリ、アロマオブハピネス、プレシャスサウンズ、風が残していったなど、アーティストデビューをしてから4年間にリリースした楽曲の全ミュージックビデオを1枚に収録。今井麻美による紹介ムービーやオーディオコメンタリー、CM 映像やゲーム「コープスパーティー」のオープニングムービーなども収録です。好評発売中です。ファミセン。このコーナーはファミ通 .com 編集部から派遣された謎の司令官ミオちゃんがおすすめするゲームを、真のゲームを目指す私今井麻美が実際にプレイしてクッキーを作るコーナーです。前回は指令書がなかったため、今回取り上げるゲームをここで発表したいと思います。といっても、まあ動画ですでに皆さんね、面白い動画見てると思うんですよ。すごかったですよね。不思議なゲームでした。はい、今回取り上げるゲームは PC ブラウザーゲームのクッキークリッカーというゲームなんですが、とにかくクッキーを作る、ゲームなんですが、まあいわゆるそのゲームを本当に延々やるためにやるゲームというよりかは、何か作業をしつつ、こうたまにこうね、クッキーどうなってるかなってブラウザを見に行って、ふむふむって確認してまたお仕事に戻るとか、そういった形で遊んでいただくのが一番素敵なのかなというようなゲームだったんですけれども、どんなゲームかと申しますと、チョコチップクッキーを大量に生産していくゲーム。わかりやすいですね。最初はクッキーをこう自分でねクリックして増やしていくんですけども、作ったクッキーを消費しておばあちゃんを雇って雇ってんのこれ自分のおばあちゃんじゃないの私のおばあちゃん、養子縁組に入った先のおばあちゃんとか言ってたけど、雇ってたんだ。そうか。あ、でもこれはみおちゃんの表現だから違うかもしれないのかな。ちょっと英語のゲームなのでね、細かいニュアンスまではちょっと計り知れないものがあったんですけど、どうなんでしょうか。で、あと他にもクッキー工場を作ったりとか、どんどんね、施設が派手になっていって、最終的には次元の隙間までも埋めてしまおうというね、飛び越えてクッキー作ろうみたいな、ね、宇宙から来た宇宙人クッキーみたいなのとかね、結構なんでファンタジーの世界のクッキー工場なんですけれども、ただその発想がすごくね、やっぱり面白いなと思いました。常識にとらわれていないというか、で本当に斬新な切り口でお届けしているゲームなんですが、ただ作業というか、こう自分がやること自体はそんなに多くのことがないんですね。初めのうちにこうクリックしてちょっと頑張っておばあちゃんを雇うまで頑張るっていうぐらいで、後半になってくるとどんどんおばあちゃんだったり、それこそ指先だったり工場だったりが、もう信じられない速さでどん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 量産していってくださっているので、もう自分は どっちかっていうと工場をこう管理している人とか、もしくは社長だったりとか、そういう身分の高い地位にいて、うむうむ、今日もクッキーいっぱい作って頑張ってるねみたいな感じの空気感が漂うゲームでしたね。いや、私のクッキー工場とミオちゃんのクッキー工場ではもうカラフルさも何もかもが違いましたからね。で、なんか聞いた話によると、8月ぐらいからゲームが開始していたらしいんですけれども、割と9月の半ばぐらいでしたっけね、急激に、巷で噂になってっていうゲームなんですって。でそれでドハマりした人も現れたっていう風にね聞いたんですけれども、いや、なんかわかる気がします。でミオちゃん情報なんですけれども、作ってらっしゃる方が海外の方なんですけれども、突然やっぱりこうネットとかでこう広まったというのもあったので、どうやらなんだかわからないけど急に日本人からアクセスがいっぱいあるっていう風に大興奮だったみたいです。そういうのもあったりとかして、どうして僕おばあちゃんしか作らなかったんだろうってブログに書いてたってね、みやちゃん言ってましたけど、そうだよね。よく考えてみればおばあちゃんは確かにクッキーは作るんだけれども、特にアメリカとかなんとなく、まあ、ステラおばさんのクッキーのイメージがあるからかわかんないんですけれども、おばあちゃんがクッキーは作るもんだとか、そういうイメージがすごく私にはあるんですよね。だからきっとそういうのがあるのかなって思ったんですが、可愛らしいね、10代のクッキーの
作ってくれる女の子がいても確かに良かったなっていう風にね、美少女みたいなのがいても良かったんじゃないかなっていう風には私も思っちゃったけど、でもあれがおばあちゃんだからシュールでいいのかなっていうのもね思いますけれども、まあ、海外のブラウザーゲームということもあって基本は全て英語で書かれてるんですけれども、有志の方によりどうも日本語化ができるところもあるらしいので、まあ、ちょっとそちらは私は手を出していないものですから実際はわからないんですが、ぜひそちらもぜひ検索してみて触ってみてください。はい、というわけで、ね、始めるとねハマっちゃう人はドハマりすると思います。私も多分ずっと見ちゃうかも、クッキーが増えていく様子を。あれと一緒だよね、多分洗濯機が回ってるのを見てるのと多分一緒だと思う。そういうのが好きな人は好きなんじゃないかなっていう風に思いました。はい、というわけで今回取り上げたのは PC ブラウザーゲームのクッキークリッカーでした。それでは来週の指令書を開封したいと思います。指令書、猫目です。うん、私猫目ですけど何か違う、ミンゴスさんの好きな猫目が帰ってきました。ん、猫目といえば、あ、リンクです。もうお分かりですね。次回は Wii U のゼルダの伝説風のタクト HD を取り上げます。そうなんだ。何やらミンゴさん思い出のソフトだとかその辺も詳しく教えてくださいね。それでは頑張ってね。謎の司令官ミオちゃんよりといただきました。あれですよね、風のタクトといえば私も出させていただいているやつかな、ということなので楽しみでございます。わー、 HD で見れるんだ。もともと綺麗でしたけどね、もっと綺麗になってるんでしょうねきっとね。楽しみです。それでは来週のゲームはゼルダの伝説風のタクト HD に大決定。以上ファミセンのコーナーでした。だよお便りコーナー。はい、というわけでこのコーナーは皆さんからいただいたお便りを紹介するコーナーですよ。じゃん、こちらハンドルネームせつなさんからいただきました。ありがとう。あさみさんこんにちは。こんにちは。昨日朝仕事に行く前になんで隠すんだろう、 N丸K さんのニュースを見ていました。 NHK さんねあ、でも気使ってくださったんだね、他局だからみたいな。大丈夫、これネットだからありがとうすると先日のあさみさんの広島ライブの映像が映し出されていましたよ。なんでも広島に秋葉原をというコンセプトのニュース内の特集で、先ほどのあさみさんの広島のライブの映像やミンゴスカフェの様子、イベント主催者の方々の奮闘が紹介されていました。まさかこのような形でほんの少しでも当日の様子を拝見できて、ライブに参加できなかった私としてはとても嬉しかったです、と。朝から家族と盛り上がってその日は一日気分よく仕事ができました、といただきました。ね、いつ結構こういうのってあやねちゃんのねマネージャーさんとかが結構聞いてたんですよ。こう NHK さんのと以外のとかにもたくさん取材に来ていただいていたので、新聞社の方とかね、そちらの中国新聞さんでしたかね、そちらでも取り上げていただいた時とかに、いつ出るっていうのは分かりますかって言ったら、いや新聞はちょっと分からないんですよねとか、ニュースとかはちょっと難しいんです、いつっていうのが告知とかされたいとは思うんですけど申し訳ないです、何かすごいニュースが入っちゃうとどうしてもなくなってしまったりするのでっておっしゃってたりとかしてたので、あ、いつ流れるんだろうって私もなんとなくワクワクしてたんですけれども、残念ながらねちょっと私の住んでいる関東地方ではこちらが放送がされなかったので、どんな映像だったのかね見てみたかったんですけどね。でも本当ねスタッフの方も頑張ってくださってましたね。ミンゴスカフェ初めての試みということだったので、なかなか慣れないところもあったと思うんですけれども、皆さんが本当一致団結してねご協力していただいたので成功することができて本当に良かったなと思ってます。次は私もう少し新しいカレーのメニュー考えますね。装うだけでいいようなね、納豆とか豆腐とかが足りなくなったら店長さん自らが走っていって買いに行かなきゃいけないっていうようなことがないようなメニューをちょっと考えたいなっていうふうに思いました。できればミンゴスカフェに優しいメニューをって思いましたはい、というわけで見られた方結構広島だけじゃなくてね、いろんなところで見れたみたいですね。聞いた話によると、ちょっと残念ながら詳しい情報が私の方にも来てないので、広島以外でも見れたっていう噂だけをなんとなく聞いております。はい、じゃあ続いてこちら、
ハンドルネームチョッパさんからいただきました。ありがとう。今井さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。2020年東京オリンピックが決定しましたね。オリンピックやら世界選手権が大好きな今井さんは大喜びなのではないでしょうか。そんなニュースの中、私の友人が来年2月に行われるソチオリンピックへ向けて動き出しました。え、どういうこと？見に行くの？とはいえまだオリンピック出場権はなく、あ、やっぱり参加する方だ。来月から行われる世界選手権に出場してオリンピック出場権を獲得しなければならないのですが、本人は自信を持ってはいるようですが、何があるかわからない世界です。何としても頑張って出場権を獲得して来年のオリンピックに出場してほしいなと思っています。ぜひとも今井さんも応援してあげてください。もしオリンピック出場ができればプレシャスサンズをプレゼントしようと思ってます。そんなそんな出場できなくともぜひ、あれくじけそうな時に聴ける曲ですからとか言って、あ、そうなんですね。あのチョッパさん、詳しくね、何のチームかっていうのも実は書いてくださってるんです。そこは私だけの秘密ということで、うわー楽しみですね。まあでもソチといえばね、この間やってましたよ、朝のニュースで特集を。あの浅田真央応援プロジェクトっていうのが今開始されてて、あの住友生命さんが真央ちゃんの CM をね打ってくださるわけですよ。まあ、その CM がまあすごいいい CM なんですよ。まああの今まだもうやってるかどうかはわからないんですけれども、こういう CM 撮りましたよっていうのをね取材されてて、真央ちゃんがこうスケートリンクで練習着着ながらね、こう衣装じゃなくてね練習着でファーって練習してるのだったりとか、ちょっとこうけつまずいちゃった瞬間でクッとこうね表情をね厳しくしてるのだったりとか、最後にコッて笑ってスーって後ろにね滑っていくのとか、もうめちゃくちゃ素敵で、真央ちゃんは本当にあのソチで最後っていうのをね若くしてもう決めてるんですよね。この覚悟っていうのは本当に私は素晴らしいと思います。私はこの世界に飛び込んできて、まあ本当にフィギュアスケートと私の今の活動っていうのをね比べるのは本当に申し訳ないなと。世界からね注目されている、本当にあのプレッシャーのかかるところで戦っている人たちと比べるのは申し訳ないんですけれども、少なくとも私もこう人前で何かをする身として、何かをするにあたって絶対に必要なのはやっぱり覚悟だと私は思ってるんです。それを学んだのは完全にジョジョなんですけど、あの覚悟を持った人間と覚悟を持たない人間っていうものはやっぱり人に与える影響っていうものが私は絶対に違うというふうに思ってるんです。少なくとも自分はそういう覚悟を持って臨みたいと思ってるし、覚悟を持って臨んでいる人たちからやっぱり影響をすごく受けるし、どこかやっぱり逃げ腰だったりとか言い訳を持ちながらやったりとかしていると、なんとなくそういうのって伝わったりするものなんじゃないかなっていうのを自分が観客として見てる時にも思う時があるんですよね。その中今回真央ちゃんは本当に覚悟を決めて、これが私のスケート人生最後の集大成にするんだってことをね去年からあのなんとなくおっしゃってて、今まさにそれをもう公言してインタビューをね浅田舞ちゃんお姉さんがねしてましたけれども、あの最高の一個一個が最高だと思える試合を私はこれから秋から来年の春に向かって積み重ねていって、最終的にはオリンピックで一番綺麗なメダルを取りたいんですっていう風にねキリッと喋っている真央ちゃんを見てると、本当数年前の真央ちゃんとは全くまた違う何かが見えているんだなっていうのを本当に感じたんですよね。いやもう私はね何があったって応援します。たとえやっぱりねああいう競技ですから体調がすごく左右される競技だと思うんですよね。リンクも寒いですしね、常に絶好調でいるっていうのを保つっていうのは本当に難しいっていうのも私も痛いほど分かっているので、そんな中ねあの全てやり抜くんだっていう強い意志を持ってる真央ちゃんは私はある意味初めて見たので、もう今の真央ちゃんがどんなことをしてくれるのかっていうのをね本当に楽しみにしたいと思ってます。チョッパーさんのね、そのお知り合いの方もねぜひ一緒にそっちに行っていただいて、私も一緒にテレビで応援したいと思ってるので応援します。はい、というわけで続いてハンドルネームジャンタさんです。ありがとう。今井さん、 SSG のスタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは、ジャンタです。どうも。先日お休みの日にブラブラしていた時のことです。近所の幼稚園の前を通りかかった時、何か聞き覚えのある曲が流れてきました。よくよく聞いてみると、嘘、すごい、どうしよう、嬉しい、浜田さんどうしよう、これすごいよ。よくよく聞いてみると、そこは幼稚園ですよ、幼稚園からアロマオブハピネスが聞
の中を覗いてみると、お遊戯会か何かの練習なのか、豪邸？園庭？でアロマの音楽に合わせながら踊る子供たちの姿が。嘘、見たい。何それ、どうして先生の中に私のことを好きでいてくれる人がいるんですか？どうなんですか、このラジオは聞いてるんですか？ねえ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 、興奮してます。私もいい歳なので長く見ていると。ちょっと自虐的すぎだよ。変質者と思われてしまうかもと思い、少し見てからその場を離れましたが、ほっこりしたのでメールさせていただきました。確かにね、危険ですよね。ジャンタさんがこれで捕まりましたって言われたら、私もうその場に行って土下座するしかないですからね。ごめんなさいって本当に。いや、 PV にもありますが、子供も踊って楽しんだりできる素敵な曲ですよね。またライブで聴きたいです。ではではといただきました。ちょっとちょっと、どこの幼稚園、本当にアロマオブハピネスでした、間違いなく。聞き間違いっていうことないですか？私嫌ですよ、ぬか喜びとか。夢だったんです。私本当にアロマ作った時に、ライブで盛り上がれる曲がいいねっていう風にしてね、表題曲作らせていただいたって話はいろいろお話もしましたし、子供たちと一緒に踊ってる時に、いつかね、子供たちと一緒にライブとかでもやってみたいなーなんてね、夢は膨らみますねーなんて言ったりもしてたんですけれども、そういう幼稚園のお遊戯会で使ってもらえるっていうのは、私なんか夢みたい。嬉しい。私昔歌のお姉さんになりたかったんです。ちっちゃい頃、それこそ NHK さんの、お母さんと一緒とかの、歌のお姉さんになりたくてすごく憧れてたんですよね。でもなんかやっぱり音大に行かないとなれないっていうのを若い頃分からなかったんですよね。今じゃ多分ネットで調べたりとかしてね、どうなのかなって思ったりするんでしょうけど、当時は私も分からなかったので、お歌のお姉さんとかなってみたいなって結構高校生ぐらいまでふんわり思ってたんですよね。他にもなりたいものはあったんですけど、アナウンサーだったりとか、歌のお姉さんもいいなーなんて思ったりしてたんですよね。で、一回こう NHK さんのオーディション受けに行ったこともあったんですよ。15分枠の教育番組のお姉さんのオーディション受けに行ったことがあって、結構いいところまで残ったんですよね。もうあれは今でも悔やまれるんですけど、結局最終的にやっぱり音大を卒業している方が望ましいっていうお話もあったりとかして、本当に声楽を習ってる方が受かられたっていう風に後から聞いてねって、テレビで見たらね、私じゃないなって思ったりもしたんですけど、やっぱすごくすごく、まだその時には模索してる最中だったんですって。いろんな、どんな人を採用しようかっていうので、いろんなところに声をかけていろんな人材を見るっていうのがあったらしくて、私もそれに参加させていただいただけですごく嬉しくて、あ、私はこういうのがやってみたいなっていう風に思ってたんですよね。嬉しいよ、なんか泣けてきた。最近ね、涙腺が怖くてね、すぐ泣いちゃうんですよね。私どうしちゃったんだろうって思っちゃうんですけどね。ほんとジャンタさん、素敵なお話ありがとうございます。これが実は作り話でしたって言ったら、本当に首絞めるぞっていうぐらいに怒っちゃいますよ私。うぎょーっつってね、ふんふんってやりますからね。もう、いや嬉しい。もしね、この放送を、ご関係者の方が聞いていらっしゃったら、ぜひその採用になったいきさつなんかね、教えてくれると本当に嬉しいですけどね。なんかね、ご迷惑でなければ映像とか見たいんですけど、とか言って、すごい、ちょっと私の方が変質者って言われちゃうかもしれない、どうしよう、映像が見たいみたいな。わー嬉しい、今日はなんか幸せだわ。はい、そして最後、こちら SSG ネームお肉ちゃんからいただきました。ありがとう。あさみさん、こんばんは。こんばんは。最近初めての一人暮らしを始めて、前よりも一層家族を大切にしたいという気持ちが強くなっています。そんな中、最近私のお姉ちゃんが誕生日を迎えました。誕生日プレゼントということで、彼氏さんとディズニーランドに来る予定らしく、帰る前に一緒にご飯を食べようということになりました。会う日に合わせてお姉ちゃんに誕生日プレゼントを買ってプレゼントする予定です。家族にプレゼントをするときはいつも何が欲しいか聞いてから買うことにしているのですが、あさみさんは誰かにプレゼントを贈る際はどのようにしてプレゼントを選んでいますか？よかったら教えてください。それでは失礼しますといただきました。そうですね。結構 SSG メンバーには匂わすことが多いですかね。私はね。なんかふわーんと。
例えばですけど、うん、去年一昨年かなんかはムータンとミオちゃんが誕生日がとても近いので、あのおもむろに足のサイズを聞きましたね。何でもないんですけど、全然関係ないんですけど、足はいくつですかみたいな。で、あ、いくつですって言われて、あ、そうなんですね、何でもないんですよ、本当に関係ないんですよ、バレてるわみたいなね、とかね。あと今年ムータンに送ったものはなんとなく事前に言いましたね。あのムータンは抱き枕とかどう思うって聞いて、したら、ああまあ使ってみたいとは思ってますよって言われて、あ本当っつって、へえ、じゃあみたいな、じゃあじゃないよっつってね。いや今私が使ってる抱き枕の色違いのやつをね、本当にすごくね使いやすくてめっちゃ可愛いんですよね。私があの赤い抱き枕なんで赤子ちゃんで、あのムータンはベージュなのでベジコちゃんっていうのなんですけどね、名前がついてるんですけれども、はあ、もう愛おしくて愛おしくて、最近は大抵あのベッドの隙間に落ちるんですけどね、朝起きたら。愛おしいんですよ本当に、寝心地最高ですよね。ムータンも落ちてる。え、でも寝るときはいいよね、一緒に寝るよね、そう愛おしく抱きかかえて寝てる。え、でもなるって。うん、いやなんかねすごくねなっちゃうんですよね、わかんないんですけど。ただね、あの普通のいわゆる皆さんが想像する抱き枕とはちょっと違うとは思うんですけど、どっちかっていうとクッションの置き場みたいな風に思っていただければいいのかなと思うんですけど、いやもう愛おしくて愛おしくてね、これから冬に向けてよりね抱っこしやすいですからね。もう夏はちょっと暑かったんですけど、汗がペトみたいな、あの触るとなんて言うんだろう、トゥルトゥルしてる生地なんで、トゥルトゥル ふかふかチュワシュワしてる生地なんですよ、うまく言えない、わかるでしょなんとなく。ひどい。なのでなんかこうたまに汗がダバーって出てくるとなんか、うん、ちょっと気持ち悪いってなっちゃうんですけど、あの秋になってきたらちょうどいい感じでもうギュッと抱きしめて、朝はいないんですけどね、はい、で、あ、行く前、家出る前にこう拾ったりとかしてね、あと寝る前にどこ行ったどこ行ったって言って、あ、ここかみたいな。あったりしますけども、はい、というわけで、あのそれ以外の人に送るときは大体内緒ですね、私は。なんかこうすごく考えて考えて考えあぐねて、あの迷惑にならないけど できれば便利なものっていうのをテーマに選んでます。うん、なんかこうご迷惑だなって思うようなものはなるべく避けるようにしております。それぐらいかな基準は。はい、というわけで、いやいやいや、よかった、ムータンが使ってくれてるんだなっていうことが今分かって嬉しいです。ベジコちゃんいい子だよね本当に。はい、というわけで以上ミンゴスだよお便りコーナーでした。原由美のサードシングルインテンションが好評発売中です。今回は全3曲入りのシングル、表題曲のインテンションは小説オーバーロード4ウィザードマンの勇者たち同梱のドラマ CD 主題歌、カップリング曲には PS3&Xbox360 ソフトファントムブレーカーエクストラオープニングテーマブルームーンと、さらにもう1曲新規取り下ろし楽曲も収録。DVD 付き版にはインテンションのミュージッククリップも収録しているので、ぜひチェックしてくださいね。ウェブラジオ今井麻美の SSG 初の音楽 CD がついに完成。オープニングテーマスパークルからライブの定番曲ストラグル、リスナーの皆さんと作った宝物など全6曲を集めた珠玉の1枚です。初回生産版はゲッターズ飯田さんが私を占うトーク CD 付き、豪華ボックス仕様&会員証付きの今井麻美の SSG シンガーソングステージ発売中です。会員ナンバー5番、ミンゴスからのお知らせでした。ちなみにですね、みおちゃんにはあの今回ご結婚されてから初めての、お誕生日ということもあったので、やっぱりあのお嫁さんも使えるものがいいなというふうに思いまして、あの朝ジュースが飲めるミキサーみたいなやつをプレゼントしました。こうそれと
あと大量のトマトね。トマト一箱みたいな。でも多分あの美味しそうなトマトだったんですけどね。どうだったんですかね。で、あのなんて言うんだろう、ガーってミキサーでかけて、それごと飲めるんですよ。あのカパッて外したらそれがコップになって、でその替えのコップも一緒に、予備のコップをプレゼントしてお嫁さんと一緒に作れるっていう感じにしたんですけれども、どうなんだろう、今もラブラブの朝食で使ってくれてるのかな、どうなんだろう、どうしよう、ほこりかぶってたら。いや、あとあゆみちゃんには私が今使っているシャンプーとトリートメントじゃないや、コンディショナーのセットと、あと夢の国のチケットと、浜田さんのいつでも休んでもいいですよ許可証っていうのをあげました。浜田さんを無理やり脅迫してですね、このチケットを使用する際にはあのどんな時であろうともお休みが取れますっていうのを書いてもらって、それに蛍光ペンで親指にこう塗ってもらって母印をしてもらうっていうね、徹底したこう委任状じゃないけど、なんて言うんだろうね、そういうのをいただいてですね、たとえこれが私のライブの日でも、あゆみちゃんが行きたいって言ったら休めるんです、それさえ見せればほらって言えばねっていうので盛り上がったっていうので差し上げましたね。まだ浜田さんは11月のアルバム発売日と同じ日ということなので、私は浜田さんに私の4枚目のアルバムをプレゼントしたいと思います。あれ、笑いが、笑いが起こった、おかしい。はい、というわけで、そうなんです、私の4枚目のアルバムこの雲の果てが11月27日浜田さんの誕生日に発売されることになりました。ブルーレイ付き版、 DVD 付き版、通常版の3種類が発売されます。今回もね、ジャケットの絵が全然違う感じになっているので、お好きなのを選んでいただければと思います。10月10日まで一部店舗で予約キャンペーンも開催中ですので、ぜひ皆さんご予約の方をお願いいたします。そしてどんどん近づいてまいりました、セブンスソロライブも開催されますよ。12月14日土曜日のゼップダイバーシティ東京さん、そして12月29日日曜日の大阪ビッグキャットさんを含め全4箇所を回ります。二次選考は本日10月5日から10月13日までとなっています。一般販売は10月26日からとなっていますので、まだの方はぜひぜひ応募してみてください、お願いいたします。そしてそのセブンスソロライブの前にまたもやってまいりました、栃木県の大谷資料館でアコースティックライブを行うことになりました。チケットは先行販売が本日10月5日から10月13日となっております。一般販売は10月26日からです。こちらはおそらくキャパ的には、そんなに入るんですか。じゃあどうしよう、あのいっぱい来てくれないとまずい、さすがにあの栃木なんかなかなかね、あのこう都内でひょいってこう山手線から行けるっていう感じの距離ではないと思うので、あの迷ってる方絶対来てください、お願いします、一生のお願いです、お願いします。まあ埋まらないとか言われたらどうしよう、結構な人数です、ブルブルブル。はい、というわけで怖くて言えません私は。そして今年も徳島の街遊び参加します。10月12日土曜日17時30分から18時30分の1時間、美山山頂で今井あさみ&原由美ライブステージ in 徳島を行いたいと思います。あんな曲やこんな曲聴けちゃうかもね。はい、番組では皆さんからのメールを募集しております。ふつおた、ぎておたなど各コーナー宛てに送ってください。宛先は SSG のホームページに書いてあるアドレスから、題名に各コーナータイトルを、本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね。次回の配信は2013年10月12日土曜日ということで、街遊びの当日でございますね。どうか去年みたいな豪雨になりませんように。それではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今井あさみでした。